セめくの庭は、オクターブ・ミルボーの小説。1899年間。小説はいわば一枚の扉絵から始まる。インテリたちの晩餐会のおり、議論は、殺人のことになる。医者もモラリストも、詩人も哲学者も皆、殺人は、自然においても人間においても、生殖本能と等しく、生存本能であると考えることで一致する。 落語した政治家である会食者の一人、その顔に計り知れぬ苦悩のあらゆる跡を留めているがポケットから攻めくの庭の走行を取り出す。第一部調査派遣で彼の物語はイカサマ政治家としての自らの惨憺たる生涯、発生学者を語っての正論域、そしてとんでもない人間どもとの出会い、その中に緑の目をした赤毛の 野獣のような金色の瞳の宿命の女クララがいたを自重的に辿ってみせる。この男は彼女の官能性に屈し、卓形への道を歩むことになる。物語第二部、厳密には、これが、セめクの庭である、は二年後の話になる。ト東、そこで無名の語り手は、サディスチックで、魅惑的な英国女性を追い回すのだが、で、閲楽の極みを味わうべく、 彼女は彼に、時計上を見学させ、最もおぞましい、そして、彼女には最も喜びを与える、拷問の光景に立ち合わせる。そこでは豪舎で、不気味な花々が拷問に苦しむ、者たちの血と肉を餌食にしている。オーギストロダン、セめくのニは、1 9 0に、セめくのニはは、文体の調和や、真実味、すなわち小説としての信憑性を少しも考慮せず、つなぎ合わせた。 それぞれ別の構想になる雑多なテクストの寄せ集めから生まれた。それは同時に加入儀礼的な小説、殺人の起き手に服する人間の恐るべき条件の比喩、儀式化された殺人に完全に基礎づけられた社会の構想を認めぬ、断罪、西洋植民地主義という安酒の告発、そしてとりわけ陽気なデブの虐待者とのあの長い対話に見られる、ブラックユーモアの魅力的な講師である。 ミルボーはそこに、あらゆる調子と、あらゆる文体を混ぜ入れ、風刺とパロでは大衝撃さながら、戦いを予告する恐怖の美学は、戦闘的な演説と紙一重、憤慨は、魅惑を締め出してはいない。これは恐るべき道徳というより、恐るべき文学であり、あらゆる分類を逃れ、その性格からして、読者を戸惑わす。彼は、読者の道徳と美学の基準を混乱させ、打ち砕き、 そして読者は、正体不明のこの文学作品にどう向き合うべきか、途方に暮れる。ありがとうございます。